ありがとうございます。あとはエナジー供給機能さえ修理すれば浄水装置が使えるようになります。合計3機あるシェルターの風力発電機は全て襲撃の際に壊れてしまいました。でも専用の工具がなくて修理できないのです。足りない工具は何とかなりそう。予備もあったのですが襲撃のどさくさで紛失してしまって、こうなったら運試しにベンジスに行ってみるしかなさそうですね。提案、工具に関してはベンジスに戻りクロウさんに助けを求めるのがよろしいかと。よろしくお願いします。私もできる限りショーンさんの情報を集めておきますね。また会ったな。クロ、シェルター201の風力発電機が故障したんだけど、工具を持ってない？シェルター201。ああ、バイリンのとこか。また問題が起こったのか？工具ならここにある。ほら、やるよ。ありがとう。いいってことさ。イルミネーションの礼だ。待ってるだろうから、早く行ってやりな。